5周年だからさ、なんか何か発表したいなって思ってさ、あのクソデカ告知は誕生日にするから大した情報量じゃないんですけれども、あのずっとねしぐれういさ公式番組とか案件とかでお姿を出すとき、あの初期立ち絵をなんと言ったらいいなら、このデフォルト立ち絵でいつも参加してたのちょっとみんなポーズ撮ってたりとかするし、さすがに私も用意するかと思って、でもなめんどくさいしなと思ってずっとダラダラ書いてたやつがあるんですけれども、それをここに発表させていただきたいと思います。私のニューキービジュアルでございます。で、あやばい、でかいでっか新章みたいに見せていくか。これ新しいキービジュアルでーす。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょ、全身、あ、やばい、だいぶだるいな。頑張れ頑張れ、小さくなっていってる、頑張れ。これです、これでやっていきます。うん、キービジュお披露目下手くそウイモウが2人、そう、この画面に私が2人います。イエーイ、めっちゃ動きついてない？だってさ、前回これだよ、すっごい動きついた3人並べとこうかな。よかったね。これからはこのキービルの私でやっていこうかと思います。まるで運動できそう。うん、かわいいフィギュア化して、すごいね。いや、あのね、するのするんだよ実は。くさいや、するんだよこれ。あの明日の0時で予約が開始されるらしいです。気になるよね、みんな。他の写真も見ようよ。うん、かわいいね。ほら、すごい、まるで運動できそうな感じですよ。ほら、スカートとかさ、私個人的にこのキービジュアルスカートを大事に描いたんですけれども、もううまいことね汲み取ってくださってね。もう顔もかわいいし、もう色もすごいふわっと素敵に塗っていただいてね、超かわいいんです。これも別角度、すごいギリギリね、ちゃんと大丈夫な範囲で作ってくださっててね、あ、私のことをよくわかってらっしゃるねって思いながら、感謝しながら作っていただきました。自画自賛いや、可愛すぎるだろ。人様が作ってくださった私の立体、可愛すぎるなら最高鉄壁スカート。いや、でもうちのねリスナーさん、なんかめちゃくちゃ民度がいいのか、前回フィギュア出した時にパンツの写真あげてる人一人もいなかったんだよね。本当にありがとう。なんかパンツの写真をさ、そういう SNS にあげるのってなんか品がないじゃん俺らのリスナー、おーすげえなーって思いました。後ろ姿、あのこの後なんと予約が開始されますんで、気になるよっていう方は見ていただければ幸いでございます。すごいな、まさかフィギュアになってほしいみたいなことを言ってくださる方がいるとは思わなかった。これが一応周年のお知らせということで、誕生日を待たずして、多分もう一個ぐらい何かの告知が出るはず。誕生日まだあるのか。いや、まだある、多分びっくりするほどまだあるんで、楽しみにしていただければ幸いです。あい、いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。